え、作業車なんだけど。ええ、しかも作業着じゃん。何デートって言ったでしょ。待って、え、は、おお、作業車なんだけど。ええ、しかも作業着じゃん。何デートって言ったでしょ。作業着のいいじゃんこれで。よくないよ。なんでなしなし。お前これ新しく新調してきたんだぞ。でもデートにはなし。うん、ね、いいじゃねえかよ。はあ、ありえないんだけど。レストランも予約してんだよ。やだ帰る。段取り組んでんだよこっちは。帰る。帰んなくていいんだよ。帰る。いいじゃん、もう帰る。あ、乗れ乗れ乗れ。バキャロたー、こんな心わかんねえよ。え、あのさ、え、ここの店って来たことあんの。あ、飯、うん、まあ、ない。え、ないの。うん、ここ施工したとこだから。あ、そうなの。そうそう、まあ、付き合いっちゃ付き合いだよな。このクロスとか、うん、俺、そうなの。おしゃれだろ。めっ、え、いいかも。おしゃれと思った。うん、なあさ、工事したとこだからさ、まあ、ちょっとな、金、仲間のとこで金落とさなきゃだろ。あ、なるほどね。そうだよ。まあ、うまいかわかんねえよ。うん、まあ、うまいだろ、大体なんでも。まあまあ、確かに。へい、安くしてな。ちょ、声でかいの。さすがにそれはないよ。大丈夫、オーナー知り合いだから。好きなもん頼め。ちょっと本当に恥ずかしいから一回静かにしてもらっていい。この辺さ、あんま通ったくなくて全然道わかんないんだけど。大丈夫だよお前。え、こんな現場でも来て。こっち左だよお前。この一通も全部知っちゃってます。はい、完璧なんで。うん、任しとけ。ほらな。へえ。で、あそこを右だよ。へえ、うん。伊達に現場行ってねえからな。やるじゃん。うん、で、これ駅前だろ。うん、パーキング難しいんだ、高いんだよな、駅前の東京のパーキングは。でしょ、どうすんの。知ってます。マジ。うん、全部把握しちゃった。しかも打ち止めあるからそこ。やるじゃん。やるだろ。やるじゃん。どう、この道知ってる感じの男。うーん、おい、お前リアクション薄いな。うーんって。お前、あ、ごめん。たーく、美味しいねここ。うん、めっちゃ美味しい。ちょっと待ってね。うん、美味しい。このパスタやばいな。うん、美味しい。うん、ちょっと何、一服行ってきていい。嘘でしょ、ちょっと待ってよ。ちょっと、え、もうとっくに食べちゃって、お皿も片付けられちゃったからさ。いや、もう分かってるけどさ、食後の一服ちょっとして、まあ吸い終わるぐらいにはもう終わってんべ。うん、ちょっと行ってくるわ。いや、ちょ、現場じゃないんだからさ。うん、いや、ちょっと待って。あ、ゆっくり食べとき。いや、待って、もう現場の空気すぎるんだけど。まる見てみ。え、何？うわぁ、やだなぁ。俺だったらあれきついな、あの足場の組み方。え、何？なんか違うの？あ、ちょっとな。あー、ごめん、職業病出ちゃったわ。うん。いや、もういいから。何が？わかんないんだもん、だって。お前、職人の彼女だったらお前ハングルメ見とかねダメだよ。お前はそんなもん、はあ、な、お前もいつかなるんだから。ならないよお前。俺が独立するだろ。お前も現場だよ。え、事務員じゃねえぞ、現場だよ。なんなの。それがいいんだよ、家族で一緒に家族になろうよ。だろ。うるさい。の服屋さんさ、めっちゃ良かったくない。うん、ねえ、めっちゃ可愛かったよね。うん、聞いてる。うん、いや聞いてないでしょ。何見てるの。この照明どうなってんかなと思ってさ。照明。うん、あ、建物の。あ、そう、結構配線うまいなと思って。そんなこと気にする。いや、しちゃうよね、職業病だよね。今デート中なんですけど。まあまあ楽しみましょうか。ごめんなさい。はい、話聞いてなかったでしょ、さっきも。聞いてます。ドライブ良かったよねって話でしょ。全然違うから。あ、違うだ。あ、聞いてなかったっぽいわ。ごめん。なんだって。あんだって。怖い。服が可愛かったねって言ったの。ああ、そっかそっか。俺の。
違うし、それも違う。あ、違うな。あ、ごめんごめん。何やってんの？え？なおだよ。あー、ごめんごめん。何してんの？いや、お前、あそこさ、危ないよ、うん、ちょうどあれ、俺わざと遠回りしてきたの、なんでかわかる？え、何？ちょっと、幻聴がてらに今度入る現場見に行ってた。てか、遠回りしないでよ、普通にデートじゃん。ちょっとだから、いや、これだってもう仕事だからね、一個。うん、あ、こんな感じかつって、あ、ここ通りかつって、そういうのも見なきゃいけない。効率重視。ああ、悪いな。顔見しちゃってて、もう工事現場お前。デートだって言ったのに。ちょっとした遠回りで文句を言うんじゃねえよ。怖い、やめてよ。何？お前これでおまんま食ってんだから、ちょっとはいいだろうよ。言ってたじゃねえか、ちょっとだけずれて見に行っていては言ってたでしょ。現場、その仕事関係のことすると思わないじゃん。いや、ちょっと見に行っただけだから、入ってもない、降りてもない、すぐ数字抜けただけ。わかる？もういい、ありがとうね。もういい、これでちょっと見えたんで、ありがとう。今日じゃあ帰りデザートもプラスです。え、このテーブルさ、うん、よくない？あ、ちょうどいいな。なんか家に欲しいよね。あ、ちょっと待って。え、なに？うん、え、なに？え、なになになに？いや、1200だな、だいたい横。え、何その指。ああ、これでだいたい200だよ、20センチ。あ、測ってんの？そうだよ、ここでだいたいここからここは10センチ、こっからここはだいたい1メートル、1000だ。だからこうやって1000で2000、あ、200、1200っていうことよ。うちには入らねえ。あ、そうなの？そうだよ、こうやってみんな大体こんなんでできんよ、人間の体っちゅうのは。うん、合わねえな、ここは。ちょっとまた違う家具もついでに探しましょうか。いや、なんかさ、いや、かわいいねとかそういう話をする流れだったじゃん、なんか。ああ、ごめんな、尺気にしちゃって。ああ、いや、そこでも職人の殻出さないでよ。職人なんだよ。うるさいな。うわー、よかった、この現場俺じゃなくて。どういうこと？いや、もうこう通りだし、狭いし、さっきのマンションあれだったな、もうシートの張り方もあんまよくないな。あー、まあ俺だったらもっと丁寧にやるしな。へー、違いわかんないんだけどね。まあまあな、まあ、こっちのあれだからさ、うん、まあまあわかんなくていいけど、まあ、俺だったらもっとやっぱ確実に丁寧に、そしてスピード重視でやるからな。うん、確実に丁寧にって言ってるのに、今日デート作業着で来てんじゃん。あ、それはまああれだったけど、うん、俺の一応だってこれ新品だし。いや、関係ないじゃん。まあまあまあ、そんな今からディズニーだろ、うん、ハイエースでディズニー行くなんて面白いだろ。それもおかしいなと思ったけどね。じゃあヒールが壊れるだろ。うん、何でも揃ってます、カオスの、うん、何でも、うん、アロンアルファも何でもあります。うん、うん、直せます。あ、そうなの。うん、ヒールでもうガチャガチャはしゃいやって大丈夫ですから。あ、そうなの。はい、うーん、じゃあありかもだろ。ねえ、今日どこ連れてってくれんの？今日は、うん、前ちょっと仕事あったとこで、え、うん、現状3件行かなきゃなのよ。え、忙しくて。デートって言ったじゃん。いや、でもその現状行くでしょ、うん、で近くの美味しい定食屋を見つけましょうっていうデート。何それ。3現場あります、今日。いや、ちょ、ドライブデートだよ。ドライブデートって完全に仕事じゃん。うん、音楽聴けます、定食飯食えます、で僕は最後の現場はこう回るでしょ。うん、そしたら家の方に近い、酒飲めます、大根いけちゃいます、全部把握してます。へえー、うーん、だってこんな男いないだろ、逆に。まあ、確かに現状デートだよ。確かに楽しめよ、お前。楽しまなきゃ人生損だよ。楽しむ、うん、お前が楽しみを見つけるんだよ。私が楽しみを見つける？そう、委ねんな男に。
自分で楽しみを見つけ出す。それそしたらもう結婚したくなっちゃう、そんな女だったら。うん、ないや何言ってるの、俺の働いてる姿はかっこいいじゃん。まあ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 ね、うん、それはね、うん、満足じゃん。もう何食いたい。えイタリアン。イタリアンな、イタリアンは現場出た時あんま食べないんで中華行きましょう。いや結局中華なんかや。はい